こんにちは、いつもお世話になります。今日はですね、私のキッチンにこのシューマイが届きましたね。いや、非常に楽しみですね。白川シューマイね。この白川というところになんかこうブランドを感じますね。日本には後白河上皇というのもいらっしゃいましたしね。そして白い皮、なんかこう清々しいものを感じます。で、このロゴなんですけども、こういう風にしたら確かに娘さんがお辞儀をしているように見えますね。いや、これはなかなかアイディアということで、パッケージの裏には栄養素もしっかり書いてあってね、品質の高さを感じさせます。本当にありがとうございました。これからね、しっかりといただこうかと思います。私、奥さんと2人暮らしで、9ヶ月の息子がいるんですけども、すぐ近くに両親もいるんで、で、兄貴もいますんで、大体5人と赤ちゃん1人の6人でね、大和くんはまだ食べられないんですけども、6人でいただこうと思います。そして私の両親は70代後半、後期高齢者でございますんで、そろそろね、この辺のことにも興味が出てきているようなんで、一緒に読ませていただきます。読むといってもね、この文字を読むのはもう70代後半にはちょっと過酷だと思いますので、私が読んで、要約したものと感想をですね、こう伝えていくって形で、両親との対話の一つのね、時間にさせていただきます。当然ですけども、私の YouTube とか、それからね、Facebook の記事の方でこちらの方書かせていただくことが増えるかもしれません。その辺ご容赦くださいませ。必ず本の紹介もしながらね、引用しながら、用いていきますんでね。幻冬舎さんですね、よく聞く書店ですね。はい、この度はこのシューマイとね、こちらの方送っていただきました。ありがとうございました。シューマイのレビューはまた別の動画でさせていただきますので、これからもよろしくお願いします。それではありがとうございました。